備えの動きは今日県内各地で見られました。姉から聞いて、もう水がなくなるように急いで買いに行った方がいいよって言われて急いで来ました。大分市のこちらのホームセンターでは、昨日の地震以降、防災用品の売れ行きがおよそ2倍に増加。水については3倍の売れ行きだということです。びっくりするぐらい売れてます。一人のお客様で水なんか、3泊とか6泊とかですね、通常ではもうありえない数が売れております。また大分市内のガソリンスタンドでも、ニュースとかで出てたので、南海トラフが来るかもしれない、なのでちょっと危ないのかなと思って。給油に訪れる客が普段から2割ほど増えたということです。皆さん少しでもこう満タンにして安心したいという気持ちが大きかったんじゃないですかね。またこんな影響も。大分市の田浦ビーチです。こちらでは地震の影響を受けて今朝から遊泳禁止の看板が立てられています。巨大地震注意の発表を受け、大分市は今朝から遊泳を禁止に。夏休みのビーチに人の姿はありませんでした。こうした中、気象庁は今日午後、最新の観測情報を発表。今回の地震の震源付近では活発な活動が続いていて、今日は午後2時までに震度1以上の揺れが合わせて6回確認観測されたということです。ただ地殻の歪みについては通常見られる変化以外は観測されていないということです。